おはようございます。4月30日9時49分モーニングショットをお届けしたいと思います。まず本日の、方針でございますが、ドル円はまず戻り売りで、イメージは先ほど106円の8393ぐらいをイメージいたしました。今高値858まで、やっております。まあ、中値に関しての若干の買いが入ってるなという気がするんですけど、まあ、ストップロス7円の10において利食いを106円4535でイメージをしました。昨日の安値、36の更新をあまり強く意識せずに、しっかりとショートはその手前で利食いたい、そういうイメージです。ユーロドルは押し目買いで、1.08 の5545で、押しを買いたいなというふうに思いました。まあ、今ちょっと517まで今下がってきてるんですかね。もう少しまあ引っ張ってもいいなという、もし売りが強いんであれば45よりも下に下げてもいいかもしれません。ストップは 1.03 の35で一回切るというスタンスなんで、あんまりこう、40買って35っていうのもね、ちょっと厳しいですけどね。とりあえず、押し目を一回買ってみようかなという気がしました。あとはですね、利食いを 1.08 の8090でイメージをしております。ユーロ円は115円の、6555で押し目買いから、昨日まで戻り売りで考えてましたけど、今日は変更いたしました。115の40にストップロスを置きながら、116円台、15にかけて、0515で売りゾーン、まあ1525ぐらいでもいいですかね。116円、1525で、利食いをするロング回転をイメージで、考えております。ポンド円すいません。今日はですね、様子見をします。上がるか下がるかさっぱりわからないんで、132円5545が買いゾーンで、130、例えば、133円台、例えば0515が売りゾーンなのかもしれませんけど、買いから入ったらいいのか売りから入ったらいいのかよくわからないんで今日は様子見をいたします。OG 円買いから、69円のこちらの方は6050で買い参入、ストップロスは69円の30で、利食い70円2030をイメージしました。ニュージー円65円の2010で買いから、ストップロス64の88と90割れちょっと刻んで、利食いが65円の6575でイメージをしました。月末休日明けの五等日でどれだけ中値不足なのかなということを考えましたけど、今86台まで上がってきました。今ちょうど53分。このままもし跳ねればですね、90台だったら叩いて売ってみようかなという気はしております。原油代金のドル購入分というのが来月以降やっぱりかなり下がるんだろうなと。中値不足っていうのは本当に毎日起きるのかどうか、原油が去年の暮れぐらいから考えるとですね、55ドル65ドルぐらいで推移をしてましたので、今みたいな15ドル18ドルで推移されたらですね、それだけで考えても例えば3分の1以下になる可能性もある。で、これだけ景気が停滞をしてたりすると本当に実際に原油の需要がどれだけ、要するにあるのか、これから夏の不需要期に向けてですね、それほど原油を入れなくてもいいということになれば、例えば4分の1ぐらいに、ドルの購入が減ってもおかしくはないだろうというふうに思います。それを考えますと毎回毎回中値が不足でというような発想でドルを買い上げていく動きが果たしてうまくいくのかどうか、これは十分に注意をする必要があるだろうなと、そんなことを考えました。ただまだ今月はその影響は出てこない、来月以降なのかなというふうに考えております。それでは、本日もよろしくどうぞお願い申し上げます。モーニングショットこれで終了です。